そのため本日もすっぴんでお送りさせていただきます。そのぬいぐるくな、これに名前ない、あ、これあるわ、ティムキャラクター。こんばんは、みんな集まるかな、集合。集合だお、ちょっと待ってね。こんばんはでございます。よいしょ、よよき、こんばんは。ちかちゃんの影響でキレートレモン飲み出した。え、嬉しい、なんか嬉しい。今日はキレートレモンは飲んでません。キレートレモンを飲む日は自分の中でマイルールがあって、いっぱい体を動かして、特にいい汗かいた日でございます。だから公演終わりとかライブ終わり、レッスン終わりとか、基本そういう歌って踊った日は飲むって決めてて、あとはなんかちょっと疲れたなって体が感じた時に飲む。ちょっと毎日飲んじゃうと、体が慣れそうでないと思うけど、ちょっと疲れた時に飲む、なんかその時の美味しさを倍増させたくて。そう、昨日はそう届いた記念日で飲んでた。ちなみに正解、赤くなってない、髪色かな、髪色、いやなってないよ。なんならどんどん色落ちしていってるので、多分あれかな、ライトかな。あとクマちゃんが下にいる、茶色となんか似てる色。こんばんは、みんな一日お疲れ様でした。あ、ちかちゃんの影響で初めてくら寿司行ってきました。初めての人いるの、うわー、でもね、ちかもずっと行きたい。いつから行ってないかな、お寿司リアルに。ちょっと待って考える、5月、5、6月から行ってない気がするかな、多分2ヶ月ぐらい行ってない。行きたいなとか思いつつ行かないんだよね。一人寿司は行けないです誰かと行きたいです。ずっと100円寿司行きたいんだよね。なんか食べれるお寿司のネタ少ないのに、少ない割に行きたい。あ、懐かしい、チカの好きなお寿司ベスト5やったね昔。なんだっけ、1位コーンだったな。今縁側、めっちゃ縁側好き。あとカリフォルニアロール、スシローでいたね。あとサーモン、あと軍艦系かな、軍艦系基本好きかも。確かに一人寿司だったら早く座れるね。カウンター?カウンターか、カウンター行っちゃえば。
なんか目の前でさ握ってくれるお寿司屋さん行きたいけどさ、大してなんか握ってもらったのにうわ苦手ってやつが出てきたら怖くて、なんかそれだったら100円寿司がいいなって思ってるけど、でもまあ味覚が変わって食べれるようになってるのかなとか思いつつそのわさびもね、でもなんか美味しいとこいいお寿司屋さん行ったらなんか辛くないっていうね、わさび連れて行ってくださいが気になる私の前髪。あウニも好き、大トロも好き、贅沢に。名物ね、大阪名物なんだろうな。だってお好み焼きもさ大阪が名物とはいえど愛知県でも美味しいお好み焼き屋さんいっぱいあるし、回らないお寿司は緊張するのでいかない。確かに緊張するのか、キャッキャキャッキャ笑ってられへんよねはい、おとなしくしなきゃ。キャベツ焼きってなんだ、キャベツ焼き初めて聞いたぞ。大阪限定なんかな、どういうこと。お高いお寿司行ったら報告お願いします。いや言わなさそう、自分言わんと思う、なんか自慢みたいになっちゃうやん。高い寿司行ったぜイエーイってなんかちょっと自慢になっちゃうから言わない。100円寿司行ったら行くよ。あ、なんか変だった。100円寿司行ったら言うよ。あ、とんぺん焼きか、キャベツ焼きって。とんぺん焼きってどこでもあるんじゃない、よく見かけるけどね、なんかお店で。あ、待って、食べたことあるかも。焼きなのかな、分からんけど近所のばあちゃんが一回くれた気がするな。なんかちょっと近、好きな大好物にお好み焼き入るかもってぐらい今ちょっとお好み焼きブームが来てて、まあ一回しか食べてないんですけど。でパスタも好きなんだよね。でも最近パスタは夏はちょっと暑いのであんまないけど、 TikTok でずっとなんかパスタの作り方が流れてくる究極の明太子パスタとかそういうのが流れてくるから一旦保存してみてる。何好きなんだろう今。パスタとチーズとアボカドも好きだし、お好み焼きも好き。確かにお好み焼き鉄板か、熱いわ矛盾。お好み焼きも好き、アボカドチーズはねちょっともう殿堂入りですね。ドーナツもめっちゃ一時期好きやったけどちょっと落ち着いたかしら。あ、冷製パスタ、あ、あんかけパスタ、アサイーも好きだよ。でもアサイーはなんだろうな、めっちゃずっと食べたいっていうよりは不意に食べたくなるんだよね。アサイーはね愛知県に少ないんです、お店が。アサイーボウルのお店が東京はいっぱいあるけど大阪もなのかな。あ、親子丼もねちょっと一旦落ち着きましたかね。
あ、でもこの前久しぶりに食べたカレーナンも美味しかったな。結局食べ物の話っていう。ということで皆さん、あ、でもすき家のあの牛丼が想像以上に美味しくて美味しかったんだよね。ほんまにそう美味しかった、甘かった。そしたら友達に話したら高菜明太美味しいよって言われて、ちょっと今度それを食べてみたいなって思ってます。お、ちょうどコメント欄があった。そう、吉野家は吉野家も食べてんけど、なんかとろろで食べたからか、なんかあんまりね牛の味がしんくて、ちょっと今度普通のやつでリベンジする。え、なんかいっぱいあんじゃん味。なんかいろんな味を食べて覚えたいと思います。で、なんか松屋の話もしたら、松屋はカレーが美味しいよって言われて、ちょっととりあえずちょっと今度松屋行ってきます。今度松屋行ってきたいと思います。中尾あるよ、中尾の親子丼美味しかった。なんかそれぞれだね。ちょっと今度中尾食べたことあるよ。でもさ、すき家とか行ったらさ、もうすき焼きっていう選択肢しかない、カレーとかじゃない。もうだから松屋も、松屋カレーが有名なのか分からんけど、すき焼きっていう選択肢しかないねんな。いっぱいありますね。ちょっとじゃあ今度みんなにおすすめ聞いて食べてみようってな感じで、みんな今日水曜日ですよ。水曜日ということで、インスタグラムのおすすめ映画飯を、え、なんか言った、すき家、あれすき焼きって話してた、すき家って何話してた、違う、牛丼牛丼、え、牛丼食べたいって話じゃないの。私なんて言いましたか。コメント欄がハテナになってる。え、すき焼きって言ったの、すき家はすき焼きって言うの、違う、すき家も全部牛丼、すき家、吉野家、松屋は全部牛丼ですのイメージで、でもなんか松屋はカレーって見かけた気がする、なんか看板でもう自分が言ってることが分からなくなってる。とりあえずだからその3種3店舗の、あ、3店舗の牛丼も食べ比べするです今日も自分に酔ってますとりあえずあの松屋を食べたら報告しますはい、まあ、とりあえず、まあ、牛丼は置いといて、今日は水曜日なので映画飯投稿をいたします。今週はですねこれです、待ってね、日本語、今週はこちらの映画です。本当は牛丼とかね、その流れで牛丼にしたかったんですけど、さすがに牛丼はなかったなはい、こっちはこちら、久しぶりにあげれた。あ、はい、今週は最近やっと見たキングスマンです。あ、70日じゃん、てか
さんに高校生の頃からおすすめされてた映画でやっと見ましたやっと見たんですけど、キングスマンの1です。そう、この映画ね3作あって、シリーズ1、2とあって、3作目をが最近見終わってんけど、この3作目はあの1、2で出てくるキングスマンの人たちがなんか始まりの物語的なやつでございます。っていう映画で、今回はシリーズの1作目の映画です。知ってる人いるかな。あ、でも聞いたことあるっていう人いるね。あ、これね9月11日昔2014年9月11日ってことです。今回は見たことある人、おは知ってる人、あ、全部見たよって、お、さすが、さすが。お、やっぱ有名なんだね映画自体は。あ、映画館で見たよって人も嬉しい。そう、今回はキングスマンっていう映画で、これはね男性好きかも。アクション系が、アクション映画好きな人とか、あとなんか冒険心っていうかワクワク好奇心が高ぶる映画で、どんな映画かというと、まあ、ここにも書いてるように、もう本当に超過激な、超過激な、ここ大事、スパイアクションで、本当にどこにもね属さない諜報機関キングスマンっていうエージェントたちがなんかまあ謎に立ち向かう、国の世界の危機に立ち向かうっていう映画で、なんか全然キングスマンって聞く限り、あ、すごい紳士的な映画なんかなって思うやんか。全然、あのね、めっちゃジェントルマン、しかもやっぱイギリスが舞台やからすごいジェントルマンで、わ、かっこよってなるところはいっぱいあるねんけど、それに負けへんくらいあのしっかりグロいシーンがねあってだからそういうグロいシーンが苦手な人はちょっと難しいかもしれへんねんけど、そう、ブラックジョークっていうかコメディ要素も強くて、なんかグロいシーンがある割になんかそれに負けへん、うん、なんか音楽で融合されてて、でクスッと笑えるシーンが多くて、なんか本当にコメディ要素多めで、本当にだからさっき言ったように何も考えずに見れる映画でもあるし、なんか考えずになんか変にね考察とかせずに見れる映画で、クスッと笑えて、けどアクションはめちゃくちゃかっこよくて、でやっぱイギリスの紳士ジェントルマンがかっこよってなるシーンも多くて、終始ワクワクが止まらない映画です。え、イギリス人はブラックジョーク言わないと生きていけない人たちなんだって。そうなんだ。え、だからほんまにそうかも。だから笑った、めっちゃ一人で見てクスって笑える映画 でそれが1、2続いてて、3はちょっとまた変わってたかな、雰囲気が違って、やっぱ1、2が面白かったかな個人的には。でも3見たらいろいろまた1につながる話で面白い、だからなんなら3見てから1、2でも面白いかもねとは思った、見方的に。で、まあね、どっちなんか1、2見て思ったのが、2の方がねまたグロいねんけど、もう2の映画見しは決まってて、けどなんかそれを紹介するってなったらちょっと食欲がうせそうなやつで、多分見た人は分かるねんけどで1はおすすめ映画見しはスコーンなんです。でもこのスコーンは個人的に出てなんかどっかで食べてるシーンが出てきたとかではないねんけど、多分作品見てて、ああれスコーンじゃねっていうのが見えて、あ、そういやイギリスってこのスコーンかと思って、アメリカとかはなんかチョコとか、まあ、それこそ日本でスコーンかな、最近チョコチップクッキーの方が好きだけど、でもお菓子はバレンタインの時期だね作るのは。スコーン美味しいよね。
やっぱスコーン好きだよね。あ、そう、ケンタッキーのビスケットはね、ちょっとまた違うかな。あっちはね、しっとりって感じやけど、このスコーン、イギリスのスコーンは外サクサクで中しっとりでもケンタッキーは全部しっとりっていう感じです。で、今回の映画虫のコメントは、イギリスといえばなーに、なんだろう、あ、フィッシュ&チップスとかかな。何がイギリスって何が名物なんだろう。パスタはイタリアだもんね。そう、イギリス有名な、ちょっと難しい。え、スコーンでもいいしね。料理、じゃあちょっとヒントみんなにあげよう。あ、フィッシュ&チップス、ローストビーフ、スコーン。あ、三大料理って言われてるのはイングリッシュブレックファースト、朝ごはんかな、これなんかプレートみたいな。フィッシュ&チップス、サンデーロースト、なんだ、難しいかもこのコメント、あのコメント欄。逆にチカに教えてください。あ、茹でたじゃがいも、じゃ逆にチカにこんなイギリス料理あるらしいよって教えてください。すごい、ロンドンいた時はサブウェイでサンド食べた。あ、サブウェイってイギリスなの。サブウェイか、サンドイッチ。あ、イギリスはシャーロックホームズ、シャーロックホームズも面白かった気がするぞ、映画見たぞ。全くわかんない待って、なかなか難易度が難しいかも。カレーもイギリス名。え、イギリスに留学してた妹に電話してカンニングしようかな。え、聞いてほしい、逆にちょっと教えてほしい。イギリス行った時はインド料理食べた。あ、やっぱだからカレーが有名なんだ。ちょっとじゃあ教えてもらう、みんなにおすすめのイギリス料理ちょっと難しいコメントですが、こんなのあるらしいよって教えてくださいって感じで。確かにイギリスハリーポッターのイメージ強いもんね。ちょっとなかなか難しいコメントなんですが、なかったら全然あの映画の感想とかなんかそういうので大丈夫っていう。キングスマンが最近の一押し映画、めっちゃ面白かったし、あの主演のエグジーっていう男の子が主演やねんけど、その子がもともと不良少年で、でなんかどこまで言っていいんだろう、不良少年でその子がまあスパイ組織に入るっていうので、いろいろ試練を乗り越えてエージェントになるねんけど、そのエグジーがね、あの地下の好きなスパイダーマンの俳優さんのトムホにめっちゃ似てて、雰囲気がかっこいいんですよ本当に。なんだろうね、ちょっとなんか抜けてる感じもまたいいのかな、抜けてるけどでもするときするみたいな人が、タイプわかんない、なんだそれじゃない、抜けてるけどなんかやるときやるっていう、そこのギャップで好きかも。うん、クールではないね、そこは。人間はクールな人じゃないかな、どうなんだろう。あ、おっちょこちょいな人デコ出し王子様。あ、確かに前髪上げてるね。
ムジーって人が好きなんです。私やっぱかっこいいね、アクションが。しかもまた1見てから2見ても面白いし、なんか1、2、3って見るよりやっぱり3、1、2の方がクオリティが上がっていって面白いかも。で、今なんか方を制作中みたいなのをネットで見た。で、なんか最近面白かった一押し映画はそちらです。本当に何も考えずちょっと暇だなっていう時にクスッと笑いたいなって時にもおすすめ。あー、ブルドッグ飼いたくなった、わかる。ワン見たらね、ワンちゃん飼いたくなんねん。わかる、ブルドッグ飼いたくなるよね。そんな映画です。クスッと笑わせてくれる映画っていいよね。ジャッキーチェン、ジャッキー見たことない気がするな。あれも見たいんだよね、今やっとさ、インディ・ジョーンズ、なんか昔見たけど記憶が曖昧で見直したいし、スター・ウォーズもまだ見たことないし、こう見えてお、私も近くをくすっと笑わせる人になりたい。頼んだ、みんなみんないつも勝手にボケてくるもん、握手会とかトーク会で。てな感じで、もう水曜日になりましたよ、1週間半分。みんなコメントよろしくね。そしてあと5分で2じゃないよが始まるので、始まる前に終わらせたいと思います。終わらせたい終わりたいと思います。今日は2じゃないので聞いた後みんなお便りメール送ってね。すごいあのね、君絵をめっちゃ笑顔にした自信がある回なんで聞いてください。ありがとう、みんなこちらこそ配信見に来てくれて。そして今現地でトーク会が握手会も受付中なので、みんなぜひ気になった人は遊びに来てね。待ってるぜ。おやすみー、あんがちー。明日もいい日にするんだよ。しようね。